はい、皆さんこんにちは、サイパルチャンネルです。今日作るのは、このような、紙パックで作った大きなヨーヨーです。ちょっとやってみます。はい、このように紙でできているのに、お祭りの時の水風船のような音がする、とっても楽しいヨーヨーです。それでは早速作り方を紹介します。使うものは、はい、牛乳とか、それから、ジュースなどが入っている1リットルの紙パック1つ、それと輪ゴム、これが3本だけ、これだけでできます。道具はハサミ、ホチキスで、もしあればこのようなラジオペンチを用意してください。では作り始めたいと思います。まずこの紙パックの縦の4箇所、ここをハサミで切ります。このように縦にハサミを入れていきます。はい、これを4つとも切ります。そうすると、はい、このように、切ることができます。広げるとこんな感じになります。次に、一番上の注ぎ口の部分、ここを4つとも取ってしまいます。ちょうど線が入っているので、そこで4つとも切り落としてください。はい、そうするとこんな形になりました。裏を見てみます。で、このように、バッテンの形ができます。で、切り取った、この4枚のうち、1枚だけ使います。あとは、捨ててください。で、この切り取った1枚、今線を引いてあるんですけども、だいたい3等分になるようにして、ここの2箇所を切り込みを入れます。はい、お分かりでしょうか。こんな感じで、切れ込みが入りました。そうしましたら、ここにゴムを2本かけます。はい、ゴムが2本かかりました。ゴムが2本かかったら、パックを枠とこれを、くっつけます。はい、まずこっち側にホッチキスで、ガチャン。はい、もう一箇所止めます。そしたら次に反対側、こっち側もホッチキスで止めます。今止まってこんな感じになりました。そうしましたら、次にもう2つの方もホッチキスで止めます。輪ゴムがちゃんと外に出るようにして、この上から、そしてまたこっちからも。はい、次は最後残っているところ、ここもホッチキスで止めます。はい、そうすると、先ほどのゴムの部分と、牛乳パックの側面全部がくっつきました。そこで、ホッチキス
後ろ側がもし飛び出て怪我したら困るので、もしラジオペンチみたいなものがあれば、ホッチキスの後ろの方も潰してください。はい、それでは最後にもう一つの残っているゴム、これを、ゴム跳びの、ゴムをつなぐようにこの中に通して、はい、指を入れる部分を作ります。はい、これで、紙パックヨーヨーの出来上がりです。で、先ほどお見せしたこちらのように、ここの周りに絵を描いたり、シールを貼ると、とてもカラフルになりますので、皆さんもどうぞやってみてください。それではもう一度最後に、ヨーヨーで遊んでみたいと思います。はい。見ているよりも作ってやってみると非常に重さも感じて楽しいヨーヨーです。ぜひ皆さんも作ってみてください。サイパルチャンネルでした。